おはようございます。今日は iPhone カメラの話題です。それではやってみましょう。はい、こちらの記事なんですけれども、 iOS 15 Beta 4 で iPhone カメラのレンズフレアが解消されたとの報告がありました。これレンズフレアっていう現象がですね、こちらに書いてあるんですけれども、レンズフレア現象はカメラを構成する複数のレンズの中で光が反射することで発生し、 iPhone に限らず発生します。 iPhone では薄暗い場所で強い光源を含む写真を撮影した際などの条件下で、写真の中心を挟んだ反対側に緑がかった丸が映るレンズフレアが発生しやすい傾向があります。まあ、これ iPhone 使われている方はよくわかると思うんですけれども、カメラに詳しくない方でもですね、ああこれかっていうふうに言われたらわかると思います。しかもですね、撮影後にレンズフレアが自動除去されたとの報告が入っています。こちらライブフォトから切り出した画像です。右側の太陽と対象の左側に丸い光が映っています。こちらですね、この丸い光がフレアなんですけれども、そしてこちらが通常撮影した写真で、なんとレンズフレアがなくなってますね。写真全体の色も不自然になっていることもなく、これ並べてみましょうか。こんな感じでここにあったはずのフレアが消えてますね。また iPhone 12 Pro で撮影した写真で発生していたレンズフレアが、撮影後しばらく経ってみると除去されていたという報告もあるようです。そして複数のユーザーからですね、 iPhone XS、iPhone 11、iPhone 12でレンズフレアが解消されたと報告していますということで、この米メディア925 Mac では iOS 15の新機能は A12 バイオニック以降を搭載したモデルに限定されているため、それ以前のモデルでも同様の効果があるかは不明だとコメントしていますという形になっていまして、 A12 バイオニック以降なんですね。っていうことは、今私 iPhone SE を使ってるんですけれども、 iPhone SE は A13 バイオニックなんですよね。そうなると iOS 15で改善されている可能性が高いですよね。ちょっと楽しみですね。ちなみにこのレンズフレアの解消については、 Apple からは何の説明もないと、どのような処理によって実現しているかは不明ということでした。この iOS 15はですね、一般ユーザー向けには正式版としては今週公開予定となっているようなんですけれども、楽しみですね。撮影後の処理でですね、画像の修正がどんどん行われていくっていうのは、まあすごい楽しみですよね。どうしても筐体が小さいですから、レンズ性能にも限界があるはずなんですけれども、こうした処理で画質が良くなったり、こういう問題がですね解消されていくっていうのは本当に興味深いです。早くリリースされてほしいですね。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。